はい、というところで今見ていただいたのが信長の野望俺たちの戦国のオープニングのところになりますね。完全に初見プレイになりますけども、ちょっとどんなものかっていうのはね、皆さんと一緒に見ていければいいかなと思っています。漁師様ご指示をお願いします。漁師様っていうのは多分自分のことになるんじゃないかなと思います。画面の右上に出ている地図で戦場の様子を把握できますということですね。うんうん、御方が自陣の本陣を守ってくれています。は攻撃に専念しましょうということですね。で、緑の丸ポチが自分たちのいるところ。で、あの陣にいる敵の2部隊はどちらも兵が減っている様子。ここから計略で撃破できそうです。計略とかもあるんだ。じゃあ早速計略をやってみましょう。投石の計、石を投げるんだな。タップかスワイプで計略策を選択し、決定ボタンを押してください。はい。で、計略を仕掛ける準備が整いました。あとは投石の計発動ですということなので、ちょっと発動しましょう。で、敵がいなくなった陣に向けて移動していきましょう。で、これで陣、炉に侵入して自分の陣地になったみたいですね。色が変わりました。で、次は敵の本陣を攻略するということですね。よし、移動してじゃあ敵の本陣に行きましょう。で、バトル発生か。こっからちょっと全然わかんないですね。敵方は鉄砲を構えている様子。漁師様3つのスキルを選択して指示をお願いしますと。なるほど。足軽スキルを3つ選択しましょう。足軽はこの3人かな。鉄砲に対しては足軽の方が有利なんだ。なるほど。確かに18しか食らわなかったですね。で、今度は敵がこちらの陣地に侵入してきたということで、迎え撃つ立場になるのかな。敵は足軽、有利な牙で挑んでも敵の兵力には届きません。もう一押し、何か策は。てんてんてんと。なるほど。どうしようかな。同じ兵科の並びで発動するコンボを狙う。じゃあそのコンボを狙いましょう。コンボチャンス。敵の兵力700で味方が392か。ただここで馬上3連撃でどんくらい、おお、いくね。770か。まあ、こんな感じできっと武将のカードを揃えていくんでしょうね。レアな武将カードを集めるのに一苦労しそうな、そんな予感がしますが、きっと今みたいなところで武将カードをまあうまく
揃えていく感じになるんじゃないかなと思います。いや、センちゃんかわいいな。本国に向かう道すがら五家臣の方々はぐれてしまった。いや、方向音痴なんでわかるな、この気持ち。最初の家臣たちを決定する。いや、これはどうなんだろう。これで決まるんだな、全てが。来い。レアな武将が出たりしたら嬉しいけど、何がレアかとかも分かんないからな。もし4つっていう意味。柳生宗則か、いいね。ちょっと一人ずつ見ていきますか。まずは柳生宗則ね。徳川家臣、これ将軍家兵法指南役ですよね。で2人目が島津亀寿。スキルは威嚇射撃、能力はこんな感じか。宗則はちなみにスキルは足止め一括、能力はやっぱり高いですね。で朝倉義景、これは信長に滅ぼされた時の朝倉家の当主ですね。スキル足止め、種滅の総員かな。能力はこんな感じで、星は2つです。お、松様だ。松様は3つですね。利家の正妻です。で、剣手の総員、匠に回復の刑、能力としては星3なのでこれくらいですね。で井上幸房、黒田家の家臣なんだ。星印は2です。星5とかが出てくるとね、きっとだいぶ違うんだろうなって感じもしますけどね。最初でいきなり星5を引いたりした人もいるんだろうな。お、池田恒興だ、恒ちゃん。で荒木田氏、村重の性質になってますね。これは大河ドラマとかでもね出てましたよね。杉谷全十坊、彼に関してはちょっと全くわからないけど星2で、平手正秀、これは信長の自責画廊ですね。星は2です。信長の歌舞伎っぷりに、それを諌めるために切腹して果てたと言われてますが。で漁師様の呼び名ですね。ここはワンダーにしましょう。土佐の一両部族と鬼若氏の戦を見せようと言われてますけど、大名家の選択ですね。ここは後からでも変更できると言われているので、まずはこのままいきましょう。
いや、こんな可愛い笑顔でよろしくお願いしますとか言われたことないけどな。さあ、事前登録プレゼントとかも一通りもらえてますね。この感じだとね。真田幸隆。これは正幸の父親かな。星は3つです。であとは正幸。正幸も星3つか。もうちょっと高くてもいいのかなと思うんですけど、きっと同じ武将でもレア度が違ったりとかするのがあるんでしょうね。正幸の星5番みたいなのも。で、これが真田信幸ですね。もうこれは真田で全部プレゼント武将は固まってる感じかな。これも稲姫ですもんね。で、星5の雪村です。これがプレゼント部署になりますね。プレゼントボックスに軍資金2000を送りしましたということです。この辺はログインプレゼントですね。まあ、今後このお金をどういうふうに使うのかとも全然分かってないんですけど、この辺りはおいおい見ていきましょう。